つカラオケ行くのって言われるのがなんか久々すぎて嬉しい。またカラオケ？もうそれしかネタないのみたいな。まあネタないんだけど、ネタないんだよね。カラオケ行こうね。じゃあ今日はあのあれだから、いやまだかな、 まだかな、もう8時にあげたいかな。8時、うん、リードルショット700、あでも700使い切ったら1000に行く。もう1000、今日これリードルショットはあの VT ね、 VT のリードルショットね。あもうあれあの時買えばよかったの、楽天スーパーセールの時に。もう私大量買いしたからもう今年買わない。もう私今年もう買えない。爪切った、いや切ってないんだよ。あのあるんだけど爪切り怖くってさできないんだよね。怖い、できない。あるよ爪切り、やってみようかな。怖いんだよね。血管、そうそうそう、血管がある、あってもなくても怖いんだよね。最初から300、あでもいいんじゃない、最初は300で。私もそのなんだろう、最初に700やるのも結構つわもんだと思う、うん、でもほら私の場合はよくもう肌治療してるから、まあ全然びっくりしたけど、でもね慣れてくる、うん、爪切りだけでもやってくれる美容院ある。いや美容院っていうか今日あのあれだったからさ、逆払いだったからさ、帰ってくるのが遅くって、今日あのお正月じゃん、だから朝から出かけて5時に帰ってきたんだよ夕方の。こんにちは、今日はちょっとまったりしようかな。いつも料理配信だからたまには。まあ明日行こうかな。おかんね帰ったよ、でも後でまた来る。あありがとう、あありがとう。もうそれやめようよそのプロフィール。あのね今日お兄ちゃん来るからさ、お兄ちゃんちょっと配信 NG だから。で今日やっぱりなんで私がおかんと最近仲いいんだろうって思ったのが、配信つけてさ話してるじゃん。で今日配信外でおかんと話してもう5分でもう大喧嘩、うん、5分で大喧嘩した。なんかもうもうすっごいイライラした。なんだっけな。なんか今日グッズ販売、あグッズ発送してたんだけど、今日もグッズ発送してて、あのなんか赤いさ郵便の中あるじゃん。あれでなあそこにそれを探したんだけど、ね、そこにあるじゃんって言われて、えどこにあんの、ないよって言ったら。いやあるでしょマキ、頭大丈夫、目の前にあるじゃんって言われて、ないの、目の前にないから。いや目の前にないんだけど頭大丈夫ってなんでそこまで言われなきゃいけないのみたいな。だから目の前にあるよねって言われて、目の前になかったの。え目の前ってどういうこと。だから目の前のそこを曲がったらあるからって言われて、いやじゃあそれ目の前じゃないじゃん、なんでそれで頭大丈夫とか言われなきゃいけないの。お前も頭大丈夫したら、
なんだっけな、もっとムカつくこと言われたんだよ。頭大丈夫からの狂ってるみたいなこと言われて、いやそれお前なみたいな、いやそれはあんたねみたいな、ずっとムカつくんだよマジで、うん、お前とか言わない、お前とは言ってないっけな、おま、わかんない、うん、気違いじゃない、狂ってるって言われた確か、ほんと狂ってるみたいな。あのじゃあ配信だとそうなんだよね、だからその配信やってるからこそおかんと仲良かったんだなと思った。うん、なんかねで発狂するしね、うん、めいちゃんかわいい、ありがとう。だこの前の旅行は本当に配信やってよかったなって思う。その初めてありがとうございましたっておかんに言われたしね、初めて喧嘩しない旅行だったんだよね。うん、あ更年期、まあ昔から昔からなんかねちょっとね韓国とかの血が入ってんじゃないかなっていう歌が、ええーってなるんですよおかんすぐ。あ、和也くんありがとう、いいね。うん、だからその配信する前も旅行行ってたけど全部喧嘩、全部いい思い出なかったんだよね。でなんかもう巻きてるとイライラするから別行動しようみたいな、で言い方もまたムカつくんだよ。あ、じゃあいいよ別にみたいな、オッケーみたいな、うさいんだよ。でそれ私が払ってんじゃん、またさらにムカつくし、くんだよあの、なんか入ってんじゃないかな血がって思う。だ私も入ってるかもしんないしね。そう、福ちゃんね、福ちゃんさ寝室行けばね、そう日病とかなんかあるんじゃないかなと思うぐらいのムカつくんだよ。なんか、まあ、友達多いんだけど、いやなんかね、うちのおかんって友達には優しいんだけど家族にはちょっと毒舌なんだよね、うんうん、かわいちいだって、福ちゃんよかったね。夕食の時罰ゲームって言われてたね、まあ、だからあれもなんか配信がついてたらさなんかちょっと面白いじゃん。でもそれがさ配信外でさ何これ罰ゲームじゃんって言われたらさすげえムカつくもんね、それもそれでかもしんない。うん、家族疎遠な女って友達の宗教がネットワークビジネスの営利的な友達、あ違う、本当に友達はね確かに多い、うちのおかん、その宗教とか限らずね、私より年下の友達とかいるし、うん、高校の時まゆちゃんが門限破った話好き。高校の時まゆちゃんが門限破った話、私高校の時も門限なんてなかったよ。高校の時なんてないよ、もう中学からないに等しいかな。もう家に帰りたくなかったからなんかね朝までやってたんだよバーミヤンが。そこでね寝てた。でそこでスープがさおかわり自由だからスープをたくさん飲んでたしね、ここでね帰りたくなくて本当に、うん、最近眉のそれなんて読むんだ、もっと前の武勇伝記、私万事じゃないけど別に、うん、別に万事じゃないけどね、うん、文言ないっつうかあのそうだね、私はちょっとね
不良少女っつうか、まあ、しょうがないというか、特に中学と高2くらいで、そうだね。でも18からもう働いて18でね、一人暮らししたわ。あ、一人暮らしじゃない、彼氏と住んでたわ、もう。あ、違うわ、私高校、あ、違う、高校から半同棲してたわ、とも彼氏ん家に。そう、親がおかんだったら、な、絶対 100% ぐれるっしょ。なんかこう他人で見てるから別に愉快だけどさ、自分の親ってなるとね、だ愛子さんとか面白いじゃん、娘ってなると違うもんね、うん、そうだよ、早かったね、うちの兄弟みんな早い。みんなすぐ出てった。あ、ニコちゃま大丈夫？体調どう？ニコちゃま体調大丈夫？専務に顔似てきた。可愛いよね、専務さん。じゃあお兄ちゃんもすぐ出てったんだけど、もう帰ってきたのよ、なんか知らんけど。長いね、ニコちゃんは長いね。今ほんと流行ってねって話したの。みんな風邪ひいてさ、みんな体調おかしくなって、遠くから見守ってるって言って実家に住んでる兄が来るの。遠くから見守ってるって言って実家に住んでる兄が。だから、あ、なんかね、うちのお兄ちゃんって年一で、まあ、これ17の、お兄ちゃんが17歳の頃かな、私がその時いくつ、私が小学生の頃かな、から俺は死ぬからあとはよろしく頼んだぞってお兄ちゃんよく言うんだよとか、まあ、すぐ出てったんだけど、俺はもうお前に出会うことはもう二度とないけど、前を頼んだぞみたいな、この家のことは頼んだぞって言われるんだけど、帰ってきたし、まあ、帰ってきても俺はまた遠いところに行くからって毎年言うんだよ、うちのお兄ちゃん。で、実は先週も言ってた、あ、長男行方不明、先週もお兄ちゃん言ってた、俺はもうあの先が長くないから、実はお墓を買ったってお墓を買ったから。お墓ってさ、なんか遺体がさ、あの何体まで入るって決められてんだよね。でもううちらの遺体ってもう入れない、もう遺体が満杯になっちゃったから、次のお墓どうしようかなって話してたんだけど、そしたら先週お兄ちゃんが、実はもう俺多分次入るの俺だと思うから、お墓はもう買っといたってだから、あのマキも入っていいからそこに愛骨、そう、ありがとうお兄ちゃんそう、毎年なんかね、死ぬか遠くに行くかっていう話を毎回するんだよ。やさ、あ、お兄ちゃん優しいよ、優しい。別に兄弟の中で一番、なんだろう、まあ何も害がないというか、94歳に限って長生きするからね。うちのひいおばあちゃんもそういう人だったんだけど、あー、それはあるよね。いや、どうだろう、違う、あの違う、どういう人が長生きするかって、性格が悪いやつが長生きする、マジで。ほんと、なんかこうストレスないじゃん、性格悪いやつってさ、もうみんなにこう好きなだけ言うからさ。で、優しい人はもう早く死んじゃうんだよね。こう人に気遣ったりとかさ、こう精神的にこうね、疲れちゃったりとかさ、残念ながら性格悪かったら長生きできる、マジで。前がどっちかな。あ、でも私も性格は悪くないけど長生きしそう。なんかそのなんだろう、そんなに人に気を使わないから、あの結構自由だから、
いや性格は別に悪くはないけど、まあ、別にいいとも言わないけど長生きしそう。うちのおかんもしそうだしね。うちの家系は病気とかいないしな。なんかこう日本人ってすごい気使うじゃん。そういうのがないかもしんない。うん、まあ悪くもないけど、まあ優しいかもわからん。もうそれもなんか全部自分の気分だしね。だから友達とかでこう細かい人とかさだと絶対友達になれない。たくまくんに気使ってた。そうだったっけ。配信ではね、配信では気を使ってたかな。でも配信外別にそんな気使ってなかったよ。はい、あの配信がなかったら喧嘩はしたことなかったからね。なんでかってこうなんだろう、あれ荒れちゃうじゃんこっちも。たくまディスとかで難しかったな。私はダメだ。有名人で誰に似てる、なんだっけな、昔の女優なんだっけ名前忘れちゃった、一番言われる人なんだっけな、昔の女優の人忘れちゃった。トーマスじゃなくて違う、なんだっけな、工藤勇気、あそう工藤勇気かな、そう工藤勇気が一番言われる。工藤勇気めっちゃ言われる。次の彼氏作ってほしい。でもさ、彼氏を作ってほしいっていう人ってさ、なんかこうなんだろう、次のさ おもちゃじゃんそれで。ちょっともう飽きたらさもう別れてって感じでしょ。似てるって言われる。私もあ似てるなって思った。だから何にでも似てる、何でも似てるって言われる。やだよ、だってさこっちは本気で付き合ってんのにさもう別れて、もう別れてよってなるのがもうめんどくさい。私の心はって思っちゃう。でそれで私がさね、あのじゃあ仮にねみんなが反対するからじゃあ秘密で付き合うってなったらまたそれも詐欺で叩かれるしね。うん、え、あ、でも善一さんは分かる、めっちゃ分かる。なんかもう配信者だったら配信者、私が配信者なら善一さんと付き合わないとって思っちゃう。なんか善一さんはまあ昔から思ってた。善一さんとかあとは龍也とかね、絶対面白いよねそれは分かる。いや分かんない、私は結構ちょろいから多分ずっとこういたら好きになっちゃうんじゃない、分かんないけど。善一さんってさ女芸ですごい輝くよね。家臣はちょっとやだ。家臣だったら龍也くんの方がまだ。龍也くんって本当に面白いじゃん。山田くんは嫌だな。だってこっちにこうこっちがマイナスなんだもん。なんかこう例えばさ一回コラボしただけで山田くんって私のさ寝顔無加工であの撮ってドアップにしてで私の油を舐めたりとかね、一回のコラボでそんなことされてさ嫌だよね。絶対私がわーこの女ないわーっていう展開に持ってかれそうで嫌だ。